日本鹿児島県日置市移住院長、土橋移住院長土橋は、鹿児島県日置市の大技。旧薩摩国日置郡移住院郷土橋村、日置郡中移住院村大技、土橋、日置郡移住院長土橋。郵便番号は899-2516。人口は361人、世帯数は153世帯。日置市の東部。 長松川の上流域に位置している。麻生池の北方から西方にかけては、伊住院町向き幾田北方から東方にかけては、伊住院町、中川。南方には、鹿児島市関谷町。南方から西方にかけて、伊住院町、清藤。東方には、伊住院町地区の山にそれぞれ接している。麻生池の中部から北部にかけては、 海抜160メートルから170メートルほどの大地上に南部に流れる長松川に沿って谷の形状を成している。集落は東部にある上、土橋と西部にあるしも土橋がある。また、南部に鹿児島県道206号、徳重横井鹿児島線が通っており、東部では県道206号上に鹿児島市との境界線が通っている。教育施設は、 中央部に、日置市立土橋中学校及び、日置市立土橋小学校があり、土橋小学校には、日置市立土橋幼稚園が併設されている。土橋という地名は、鎌倉時代より見え、薩摩国移住院のうちであった。研究8年の薩摩国図伝長に、土橋に関する記述が見えるのが土橋という地名の、初見であるとされている。ただし、 この室町時代の土橋は、現在の伊集院町地区の山、伊集院町、中川、鹿児島市、石ヶ谷町などを含めていたと考えられている。その後、県庁5年には土橋村より中川村が分離し、校長元年には、現在の石ヶ谷の区域を石ヶ谷市に売却した。また、室町期には一部が土橋村より分離した家の山村となり、残部は、 現在の土橋市の区域となっている。江戸時代には、薩摩国日置軍移住院座とのうちであり、村高は、由緒再前町では487国余り、天保号町では446国余り、急行急量取調べ町では492国余りであった。村域の南部を、薩摩街道が、東西に通っていた。百八十九年四月一日に、 松村制が施行されたのに伴い、土橋村は、移住院里の内であった村々の内飯村村、伊賀倉村、大田村、井の原村、群村、古城村、下谷口村、清藤村、竹野山村、徳重村、中川村と合併し、中移住院村が成立。江戸期の土橋村の区域は中移住院村の大技、土橋となった。1998年に、 竹の山あざ長崎、あざ、島めぐる、あざごまっしょ、あざまだらの各一部を土橋に編入し、土橋あざ寺田及び寺寺田平が竹の山の一部となった2005年5月1日に移住委員長が日置郡東市基町、吹上町、日吉町と合併し、日置市が成立した。この合併に先立って設置された法廷合併協議会である。 日置中央合併協議会において、大あざなについては、字の区域は、現行通りとし、現行の字の名称の前に、当該字の属する合併前の町の名称を付し、字の名称を変更する、と協定された。合併日の2005年5月1日に、鹿児島県の国字である、字の名称の変更が、鹿児島県広報に掲載された。 この告示の規定に基づき即日大技の名称変更が行われ、大技名が土橋から移住委員長土橋に改称された。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。日置市立土橋小学校市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。